はいどうも、一般人でーす。稲刈り座ムービー2020をね、見てくださっている皆様、どうもありがとうございます。一般人と申します。この度はね、ちょっとね、機材トラブルが起きてしまいまして、ちょっとね、普段ね、このスマホで編集してるんですよね。パワー、まあ、あれで、編集ソフトで。で、カメラね、このカメラで撮ったやつをこっち の編集して YouTube に上げてるんですよね。なんですがね、ちょっとねトラブルがね起きてしまったんですよね。なんとこっちのカメラの SD カードをこっちに入れて編集してるんですが、今まではねちゃんとできてたんですよ。それがね、なんか動きがだんだん悪くなってきたなと思ったらね、ついにね動かなくなってしまいました。このスマホの方で、こっちの SD カードをもう一台のこの今撮影してる方のスマホに入れて、編集しようかと思ったんですが、なんとねファイルが壊れてるということで、なんとめっちゃ撮った稲刈りの動画が破損してしまいました。申し訳ありません。なんとね、いや一応ね2枚に分けてあるんで、後半の部分は普通に撮れると思うんですが、ただねこのビデオカメラに入ってる残りのね動画がこっちの機械ではなんとかね再生ができるみたいなんです。というわけでちょっとねちょっとしばらくお休みをいただいて、こっちのカメラで撮影した動画をテレビに映して、そのテレビの動画をこのカメラで撮るっていう方法をね、これからなんとかねやりたいと思います。そのためにねちょっと機材を揃えるようなんで、ちょっとねしばらくお休みいただきます。申し訳ありません。どうもね毎日楽しみにしてくださっている皆様には申し訳ないんですが、という事情がありまして、ちょっとね少しお休みをいただきます。またね機材が揃って撮影ができるようになったら、またね稲刈り動画を再開したいと思います。それまでしばらくお待ちください。どうもすいませんでした。一応ね稲刈りの方はもう終わってます。一応ね前に撮影した動画をねこう流してるんで、一応ねもう、寒くて稲刈りやってる人もだんだんね少なくなってきたんじゃないかと思うんですが、ちょっとね台風とかも来るみたいなんで、皆様、気をつけてください。それではまた会いましょう。バイバイ。どうもすみませんでした。しばらくお休みします。ちょっとね、機材がねトラブったね、いつか壊れるかなと思ってたんだけど、ついに壊れてしまいました。すみませんでした。申し訳ないです。